じゃあね、よいしょ、これをやっていきますね。とりあえずもうこれ、運ゲーだから。いやでもちょっと前には来たね。掴み具合はいいんだけど、あ、マジか。いや、変な形になっちゃった。あ、やべ、滑った。滑りそうだね。滑る滑る滑る。あ、でもチェーンが、あ、そう。いや。リボンが後ろにあるからさ、だいぶまあね、ちょっと後ろすぎるな。あの後ろ持ったら無理か、まあ、やっぱ頭重いからね。頭だいぶ重い。引っ掛けるかなんで。あ、はいや、あ、やべ、あ、どうだろう。いやなんかだよね、頭に直撃したらまず動かないから。そうなんだよね、だから引っかかってはいない。どうだ、あ、ダメだ、やっぱり持ち上がらない。いや、あれだけ持ち上がれば十分だよ。マジで、あの、縁に乗り上げれば。あ、そうだね、そうすれば。あ、やべ、あ、よしよしよし、ダメか。持ち上げたね。でも持ち上げたことには持ち上げたんだけど、これが何？何の衣装？これはね、夢で夜空を照らしたいってアニメのやつだね。アニメ内の3年生まだいない、3年いない時。ああ、あれか、なんかいきなり曲になってるやつ、ね、いきなり、そうそうそう、いきなりランダンがこうバーってそのめっちゃ光ってるやつでしょ。そうそうそう。あ、やべ、あ、あ、ちょっと待って、いや、どうだろう。よし落ちてよし、え、ちょっとこれ、え、え、え、落ちる落ちる、あ、ちょっと待って、え、え、これ事故でしょこれって、これって突破判定ですか。あ、ありがとうございます、よかった、すげえな、すごいね、今のは。いやー、すごい、やった。あの、多分爪が外れようにも外れない状態だったんだよね。だよね、ここ要は、あの、わかる、で、頭がでかいから、こう、わかる、で、これが開くのに限界がね、あったから。